海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。防衛省は2020年6月20日日群島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が 10km ほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は4年前の2016年、平成28年に海軍の艦艇をトカラ海峡に侵入させたことがありました。日本は当然、領海侵犯として中国に抗議したのですが、トカラ海峡は国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三あずま水道、および四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で公海と認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると、狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が、南西諸島のあちこちで、日本の接続水域や排他的経済水域を海中に、潜ったまま、通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で、記憶に新しいところは、2018年1月の事件では、ないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を潜航していた093型原潜と思われる潜水艦が、海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は、海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜ、そんな海域にいたのかという理由ですが、尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのはこの時が初めてではありません。
16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は、091型艦級原子力潜水艦が、石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が、上海沖に逃走するまで、追いかけました。中国側は、しぶしぶと、訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、審判を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も、中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は、沖縄本島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に、水中を潜航する潜水艦の動向を常時、監視していると言います。このシステムは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、音紋や磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、ソソウのおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本とアメリカ共通の仮想敵国は現在中国となりました。このシステムは前述の通り南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から北海道道東までのケーブルが設置され、運用もスタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは、日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどが、すでに実用化されているのでは、ないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、源泉の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって、海底設置型水中電解センサーが、すでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの金属があります。これらの金属が、艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が、海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。
ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も、必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は、目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの、音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に、使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は2018年に国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型。原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたとみられています。095型は093型と比較すると、キャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが原因の音響信号のことです。このノイズが減れば的に、探知されにくいということになりますね。中国としては、ノイズを減らせばレーダーに引っかからないと、たかをくくったのかもしれません。しかし、前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば、何ら問題なく、中国船内の探知は可能と思われます。中国がしつこく南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な目的があると推測されるのですが、その一つは日本の潜水艦探知能力を探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に例を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手が、ソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる、水陸機動団が新設されて、着々と整備が進められていますが、中国への抑止力になるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への抑止力となる可能性は十分高いと思われます。